皆さんこんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、またあの飯塚千恵プロによるレッスン動画でございます。はい、はい、今回はアプローチが苦手な方に向けたレッスン動画です。はい、アプローチね、まあ、ピンに寄せられないとか、なんだろう、トップしてしまってなかなかこうグリーン乗らないとかっていう経験があると思うんですけども、まあ、そんな人に向けたレッスン動画です。はい、残り 3,40 だとかだ、うん、3回打っちゃうとかね、ありますね、ありますね。ね、よくある、最初の頃よくあるよね。うん、で、まあ、今回の動画では安定しないアプローチを劇的に安定するコツを分かりやすく解説していきたいと思います。はい、はい、動画内容はアプローチを劇的に安定させるコツですね。はい、気になります。はい、まあ、この動画を最後まで見ていただいて、まあ、その練習方法とか紹介しているので、うん、まあ、アプローチで何度もトップしてしまったりとか、まあ、グリーンを行ったり来たり してしまうとか、うんうん、なんてことはなくなります。はい、行ったり来たりね。うん、うん、まあ、もっと、まあ、ピンの近くに寄せたいとか、アプローチショットを成功させたいとか、そういう風に考えているのであれば、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、また動画の後半ですね、皆様にお知らせがありますので、はい、そちらも楽しみにしてください。はい、どうですかゆっこちゃん、アプローチ、はい、アプローチに行ったしね、実はね、一時、うん、イップスのとことあるの。なんか結構スタンスとか今も左足一本やってたり、ね、あ、そうなんか自分の、うん、なんかね、打ちやすい形を見つけた。あ、そうなんだ。やっぱさ、なんかあのアプローチやっぱちょっと左足体重寄りにしたりするじゃん。あ、そうだね。うん、私はそれは多分めっちゃ大げさにやってる。あ、そうね、うん、あの強制的にね。そう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 、あ、分かる分かる分かる。そうするとなんかブレにくくなるとか、うん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 、なんか手こねたりとかがなくなって、うんうん、よくなった。そうね、いいよね。いいんです、最近ね、うん、いいんですよ。まあ、でもアプローチがやっぱ良くなるとスコアもね、うん、まとまるから。まとまる、やっぱアプローチってすごい重要だよね。うん、そうなんかちょっともう、例えば、うん、からニーズボールが乗って、うん、この距離からアプローチ使うのみたいなところを、うん、そうやってアプローチ使って寄ると、うん、ほら見ろみたいになる。わかる、そうかね。まあ、ミス怖いからもうパターでね、そうそうそう、うん、やっぱやりたいってな、まあ、パターの場合もあると思うけど、うんうん、やっぱね、アプローチで寄せられると、うんうん、しなる、し見たかみたいな、ね、なんかちょっとかっこいいな。なるね、わかるよね。でもアプローチって本当にイップスなりやすいからね。うんなった時びっくりしたもん、これかと思って、本当なんか固まっちゃう、うん、そうね、スコアもね急に悪くなっちゃうしね。そうなんです、うん、大事、アプローチ大事。はい、でもですね、今回、はい、千恵先生に、うん、アプローチのコツをね、教えてもらっているので、はい、まあ、この動画を見れば、まあ、そんなことなく劇的にアプローチ上手になると思いますので、はい、千恵先生のレッスンぜひ見てください。行きましょう。はい、はい、行きましょう、レッスンに。はい、では今回は劇的にアプローチを安定させる方法をやってみたいと思います。本日は2つのポイントでやっていきたいと思います。まず1つ目はリズムです。これはですね、多くの方が言われてきてると思うんですけども、リズムがとっても大事です。なぜかというと、入射角が整うからですね。つまりリズムがバラバラになってしまうと、入射角がいろいろなところになってしまうので、いろいろな低い球や高い球、いろんな球、意図してない球が出てしまうので、リズムを整えていきます。このリズムの整え方は最後にドリルでやっていきたいと思います。そして2つ目はフェースの開閉を抑えていきます。このフェースの開閉を抑えていく練習方法を本日はやってみようと思います。まず用意するものがパター、7番アイアン、ピッチングウェッジ、サンドウェッジ、この4本を用意してみてください。はい、まず一番最初に持っていただきたいのがパターです。はい、皆さんも思い切って練習場の打席でパターを持ってください。はい、そしてパターのストロークを行っていきます。はい、こういった形で普通のパターの練習を1球やってもらうんですけども、パターの時って内角も普通のクラブと違うので、まっすぐまっすぐ引きやすいんですけども、ま
ずこのまっすぐまっすぐこうテイクバックフォローするっていうことを練習していただきたいので、パターを使ってください。はい、パターの時にわざわざこう開いたり閉じたりしないですよね。皆さんまっすぐまっすぐ振ろうとしますよね。このパターの振り感をそのままにして、次7番ヤンを持ってください。はい、それでは7番ヤンで同じことをしていきます。ただクラブが長くなり内角も変わるので、アドレスは少しパターとは変わります。はい、少し離れた位置になり、はい、内角も変わってくるので、パター打ちとはいえ少し U の字になってしまうのは致し方ないんですが、自分で U の字でするのではなくて内角によって U の字にされちゃうっていうことなので、つまり自分ではまっすぐまっすぐテイクバックフォロー、送るようにしてみてください。はい、こういった形ですね。まっすぐまっすぐパターンのように振ってみてください。7番ヤンで、打ちますと、さっきのパターンよりややボールが上がりますよね。はい、ロフト通りの、高さが出ますので、まず7番ヤンでパターン打ちしてみてください。そして次にピッチングウェッジを持ってください。はい、ピッチングウェッジでも同じことをしてください。次に構えていただき、はい、普通といってもピッチングを打つ時の普通の構えです。パター打ちの構えではなく、ピッチングを打つ時の構えでパター打ちです。はい、これもまっすぐまっすぐ、クラブのヘッドを送るようにパターと同じように振ってあげます。そうすると今度ピッチングウェッジなので、少しまたボールが上がりますね。こういった形でパターのようにまっすぐまっすぐフェースの開閉を少なくして振ってあげることによってロフト通りの高さが出ます。はい、はい、それでは最後にウェッジ、サンドウェッジまたは56、58度を持って同じことをやってみてください。パター打ちですね。まっすぐまっすぐ、はい、こうしてあげると少しずつボールの高さが変わってくるのが分かると思います。こういった形でフェースの開閉を抑えてまっすぐまっすぐヘッドを送らすことによってロフト通りのボールの高さを出してあげることがまずアプローチの安定につながりますので、ぜひやってみてください。そしてですね、一番最初に言ったリズムですね、これをミックスしてドリルをやっていきたいと思います。ではどういったドリルになるかというと、リズムを整えたいので言葉に発していきます。まずアドレスが1、テイクバックが2、そしてフォローが3、こういった形で言葉にしながら体を動かしていきます。それでは早速やってみたいと思います。1、2、3、はい、こういった形でやっていくんですけども、最初言葉と体が合致しない方もいると思うんですけども、たくさんやっていくうちに言葉と体がくっついてくるので、はい、最初はバラバラでもだんだん言葉に体を合わせることができますので、ぜひ、試してみてください。今回は、以上となります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のアプローチを劇的に安定させるコツ、はい、いかがでしたか？毎度毎度ですけど、はい、目から鱗ですね。確かに千恵先生のレッスンって本当に分かりやすいし、うんうん、こう実践しやすい要素ってすごいあるよね。ある、ね、練習、こうやって練習していこうみたいな、うん、確かに、まあね、千恵先生のレッスンを、まあ、実践すれば、まあ、ダフったりトップしたり、うん、行ったり来たりっていうのが、まあ、劇的に、ね、解消されるんじゃないかなと思いましたね。かなりでかいです ね。ということで皆さん、アプローチでスコアが伸び悩んでるなと思う方は、はい、ぜひですね、千恵先生のレッスン実践してみてください。はい、はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。させていただきます。怪しかった。怪しい。その内容はですね、なんと、はい、リンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう
まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのを、うん、まあ、こちらでご用意していく予定です、うん、はい、モチベーションをちょっと安定させるみたいな、ね、そう、やっぱ一人じゃね練習できないでしょ、うんうん、できませんえ、結構そのしてるけど、まあ、なかなかさゴルフ上手にならないなとか、うんうん、伸び悩み、うん、そうとかスイング合ってるのかなとかあると思うんですよ、まあ、そういう風に悩みがあってプロみたいなスイングができるようになりたいとか、うん、100切りしたいとか、うん、まあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、はい、いるでしょ、いや、いっぱいですよ、うん、いっぱいだよね、いっぱいいますよそれらを達成できる環境を、はい、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします、お願いします、はいはい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方には、はいはい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します、うん、プレゼントします、これはかなり有料級なんです、はい、はい、なのでぜひね、これはね登録してくれた方だけなので、そうですね、はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく、そうですね、登録だけじゃダメなんですね、ダメですね、はい、で前回すでにね LINE アット登録してくださった方もいると思うんですけど、はい、その時にはアンケート回答準備してなかったので、すで、はいはい、に LINE アット登録してくださっている方はまた開いてね、はい、アンケートの回答をお願いします、お願いします、はい、今回もご覧いただきありがとうございます、ありがとうございます、この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします、お願いします